はい今回の動画は、ファイルやフォルダを圧縮する方法を解説をします。でまあ、少しですね大きめのですねこの容量が大きめのファイルであったりだとか、あとフォルダですね、まあ、こういったものをですね、まあ、メールに添付したりだとか、あとこうね最近だとこうインターネットのね、まあ、オンラインストレージの方にですねこうアップロードしたりだとかっていう場合にですね、まあ、そのままの容量でですねこのアップロードしたりメールに添付したりとかすると非常にですねその送信の時間がかかってしまったりだとか、アップロードの時間がかかってしまいますので、まあ、そんな時にですねこの圧縮をするとですね、 要領の方が軽くなりますので、今回の動画ではですね、そういったファイルとか、ね、あとフォルダーの圧縮の仕方を解説をします。で、やり方の方はですね、そんなに難しくなくて、ですね、例えばじゃあこのね、MP4 のこのね、ファイルを圧縮したいよって言った場合は、このファイルのアイコンの上でマウスを右クリックします。はい、そうしたらこの出てきたウィンドウの中にこの送るという項目がありますね。こちらにマウスのポインターを持っていってもらって、ここですね、圧縮、カッコ、ジップ形式、フォルダーというところで、ここをね、クリックします。そうしたらこれで圧縮が始まりますので、 はい、そして今ここにですね、このね、この ZIP ファイルのこの圧縮のね、フォルダーが出来上がりましたということですね。で、これをまた回答したいときは、ね、ここのね、フォルダーのところをダブルクリックをしてもらえれば簡単にね、基本的に Windows 10の場合は回答ができますんで、まあ、これでね、回答ができてフォルダーが出来上がって、このフォルダーの中にこのね、同じファイルが入っていると。 こちらののファイルととと同じものが入っているる回答できるというこことですね <laughs> まあこういった形でですね、この、ね、少し大きめなですね、このファイルであったりだとか、このフォルダーをですね、まあ、メールに添付したり、このねあとオンラインストレージ上にアップロードしたりとかっていうね、したい場合はですね、こちらの圧縮の機能もうまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。